皆さんこんにちは、加藤です。今回は鬼滅の刃からリサを知った新規のリサファンたちに説教したいなと思います。おい、ちょっと来いバカ野郎。新規ファン、お前鬼滅キッズだろ。お前ら、おい、ちょっと来いバカ野郎。いいかお前ら、俺はな、長いことリサのこと知ってんだよ。いわゆる子さんってやつだよバカ野郎。お前らみたいな、な、最近ちょっとリサを知ったようなやつが調子乗ってんじゃねえよバカ野郎。いいか、俺たち子さんにな、絡むときはちゃんと敬語で話しかけて、一言話しかけるために現金1万円から2万円ぐらい送ってくるぐらいのお前誠意がもう必要だろバカ野郎な、みたいなね、ことをね言ってるやつがいたんですよ、インターネットで。でね、僕はね、リサをね知ったのは鬼滅の刃のあたりのね、いわゆる新規ファンかもしれないですけど、まあ全然いいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり子さんの人たちはね、やっぱりすごいリサへの愛が強いと思うから、こういうことを言いたくなっちゃうのは分かるんですよ。だからそういう人たちの気持ちを尊重しつつね、まあ新規のファンたち、まあ僕らはね、僕らなりにね、あのリサを応援していけたらいいんじゃないかなと思います。はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。